はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。アロマリリスロザリーナです。さあ本日なんですが、診断でね、アロマが強化されまして、アロマを使ったデッキご紹介していこうかなというふうに思ってます。アロマデッキね、めちゃくちゃ強くてさ、ロザリーナがこれ新規で実装されたレベル1のモンスター、チューナーモンスターなんだけど、こいつマジで強いのよ。自分相手のターンに手だからぶん投げて、アロマモンスター対象に、攻撃力の半分で回復するって効果と、あとこれ2番目の効果、召喚特殊召喚したらデッキから中内以外のアロマを特殊召喚できますよと。で、植物縛り入っちゃうんだけど、ロザリーナがやっぱモンスター増やせんだよね。で、これがね、あのね、植物リンクの初動になれます。これが非常に強いね。今までって植物リンクって基本的にこの3シードゲニウスロキっていう、まあこのカードの展開から、まあ、めっちゃやばい妨害を作っていたと思うんですけども、あのね、ロザリーナからもでもほぼ同じ動きができます。なので、初動がまず増えました。で、ロザリーナが、以外にもアロマモンスターいっぱい増えてて、例えばこのアロマブレンドっていうカードとか、あとこの、融合モンスターマグノリアっていうモンスターですね。この辺が増えていて、なんかできることが結構増えました。今まではこの、スイートマジュラムでライフ回復したら破壊するみたいな効果とかあったんだけど、こいつはライフ回復すると、打点が上がるっていう効果があったりとか、あと、1ターンに1度2000ライン払うと、なんかその、アロマ系の風あんじゃん。この辺の永続トラップカード。この辺の。これの数まで相手のフィールドのカードを除外するっていう効果もあるから、だからね、結構後手もまあある程度これが出せればね、結構相手の、まあその盤面に触れていくこともできるようになったんで、まあこれで破壊して、これで除外して、で、さらにアロマリリース、ローズマリーっていうマジでエッチなモンスターもいるんだけど、これも、相手のフィールドのカードを除外できるんだよ。だから相手のカードに触れることがかなりできるようになりましたね。で、今まで通り先行展開は、ドヤ顔でサボクロと出していくっていう展開にしてますんで、まあこれか、これ引ければ動けられるので、まあローンファイアブロッサムでもいいし、予想外でもいいから、まあ初動は46枚になってるんだけど、初動は確保できてるかなと。で、なんで増殖してる G がこうの枚数になってるかっていうと、これね、デッキの中に眠ってる G が死のだんだよね。その展開 の中で。だから増 G 打ってもなんかあんままくれないことが多くて、なんか微妙だなと思って、増 G じゃなくて、もう拮抗勝負しました。はい。まあ引きたくない方が多いからっていうのもあるんですけど、結局その、なんか貫通力がそこまではないから、やっぱなんかその展開でなかなか相手の盤面を返していくってことができないんだよね。だからもうほんと1枚で強いカードで返していくしかないかなと思って、一応後手抗うためのうち拮抗勝負です。そんな感じです。はい、早速ね、このロザリーナ展開と、ゲニスロッキ展開見ていただければと思いますので、やっていきましょう。ウェルスタンバイ。うわ、めちゃくちゃアロマ手札来てるじゃん。アルティメットアロマ展開できんじゃんこれ。ちょちょ、アロマリリースロザリーナさん行くしかないね。アロマリリースロザリーナパイセンさ、エッチだよね。さあ、アロマリリスロザリーナパイセン召喚効果と、なんかある、やめてください。あ、増殖する G OK です。増殖する G は OK です。春うららの効果を発動しまして、春うららうららうららうらうらよ、うららうららうららうらうらよ。ロザリーナちゃんで、ローリーが出てきて、で、一旦ジャスミンちゃんを特殊しまして、よいしょ。で、ローレンさん墓地を超えたんで回復で、回復したので効果発動して、ジャスミン、なんかあんの、えっ、うらら持ってんの、え、そ、 あれだね、珍しいね、これ。うららから先に投げる人多そうだけど、なんか増殖うららの何順番で投げてくれたから、なんか俺普通に事件ができたわ。先うらら投げて、何、墓穴って言ったらさ、増殖する G でうららケアできんかったからね。おう、よかった。なんか危ねえ、なんか順番、相手がなんか順番簡単に打ってくれて、なんか助かったわ。ありがとうございます。で、アロマセラピージャスミンの効果発動して、で、こっから、アルティメット植物リンク展開をしていくんですが、ジャスミンをリリースして、ちょっとジャスミンをリリースっていうなんか謎の動きするんですけど、これこうすることによって、3シードゲニウスロキ展開に移行できますんで、はい、結局そのあれなんですよね、ロザリーナイコールゲニウスロキなんですよね。はい、3シードゲニウスロキイコール、アロマリリースロザリーナであり、ロザリーナイコール3シードゲニウスロキみたいな、まあそれは言い過ぎか。なんですけど、これはまあこっからはね、いつも通りのね、植物展開なんですが、まあちょっとマグノリアとか出すので、そこまで見ていただきたいなと思いますが、
ツインからのゲニウスロキからのなんかヒーラーで、ヒーラーのこれね効果破棄です。あのちょっとあのライフポイントの調整が必要でございまして、これ破棄してください。でアロマセラフィージャスミンを出す。でここの辺でもいつも通りの展開ですね。ツインが、出てきツインじゃないやドリアスが出てきて、でヒーラーで、ここは回復をして OK ね。回復をねしすぎるとね、あとでね潤いの風の効果使うんだけど、潤いの風の効果使うときになんかライフポイントがうまいこといかなくて、破棄するとかそういうのが大事なんですよね。で、できかけたに加えるのが、これなんだ、これはスポーアか。で、一旦リンクさんのが、これあの召喚ムービーあるらしいんですけど、はい、行きましょう。あ、かわいい、あ、かわいい、非常にエッチ。アロマリレスローズマリーちゃんの効果発動、アロマブレンドを持ってきて、でアロマブレンドの、効果を発動。でアロマブレンドで、スポーア墓地を送りながら、潤いの風をセッティング。で潤いの風がこの8800ぐらいのライフの時じゃないと、なんかちょっといろいろとね、あの不具合が起きて、ヒーラーのね効果で回復しすぎるとね、ちょっと微妙なんだよ。はい、ちょっとそれをお見せします。潤いの風でこれ1000ライフ払うんですけど、こうすると7800になるので、はい、これがね重要というか。でこうして、でそうすると相手のライフのよりも少ないんで、このライフ500回復できるんですよ。でここで500回復したから、回復とマロマリリス・ロザリーナ、あ、ロザリーナじゃない、ローズマリーの効果で展開ができるということですね。はい、でローズマリーちゃんの効果で、これ、まあ、ジャスミンちょっと引いてたんですけど、ジャスミン持ってきて、ジャスミン特徴なんで、これ、はい、さっきのところね。で、これで、デッキカテゴリーに加えるのをボタンにして、はい、で、一旦ベンガランゼスを出しに行く。ベンガランゼスパイセン、これ墓地から蘇ってくるんでね、なんかあの立夏のコストとかにできてすごい強いんですよね。ちなみにジャスミンがいると、あの植物の召喚が1回増えるよっていう効果があります。で、ボタンちゃん特召喚、立夏星ボタンちゃんの効果発動する。コンコン持ってくる。で、コンコン発動、コンコンで、絢爛持ってきて、でこの1個をね植物族あのしか出せないとか、そういろいろあるんだけど、あの植物族今回ライカ入ってなくて、もう完全に植物で統一してあるんで、まあ問題はないかなといったところですね。でモンスターリリースしますよ、もちろん。で、フィールドのね、のリッカモンスターは、残ってるようにしていただきたいので、プリム持ってきてからの、サボクローザーして、で、あとでサボクローザーをね爆弾させてから待ってるな。はい、ほんでスポーアの効果発動します。自分の墓地から植物族除外して出して、まあ、除外したモンスターのレベル分だけ上がるよっていう効果なんだけど、これレベル2をチューナーとしてね、スポーア特殊召喚しまして、でシンクロ召喚、スイートマジョラムで、マジョラムちゃんがね非常に強くて、自分の植物族モンスターがなんか対象に取れないっていう、体制があって、サボークローザーっていうモンスターがまあめちゃくちゃ強いんだけど、これを対象に取れなくさせることができるんだよね。無限攻撃とかトップ引きとかされても大丈夫っていう。これがマジでやばいんですよね。はい、でマグノリア出して、マグノリアはライフが回復するとフィールド上の植物の打点がめっちゃ上がるっていう効果あって、まあ、それでサボクローザーの打点をバカみたいにすることによって守るって感じですね、サボクローザーを。はい、でさらにベンガランゼスを、墓地から特殊召喚して、はい、でこんにちは、おはようございます、よろしくお願いします。短縮了。さあ今どういうことが起きてるかっていうと、サボクローザーの効果でフィールドに他の植物族モンスターがいるので、お互いにモンスターを特殊ができない、スイートマジュラムで対象体制、ジャスミンで回復したらワンドローで、ベンガランデスでバウンスで、マグノリアで回復したら、打点が上がる。でちなみに墓地には白姫で、モンスター効果が無効、アルバスの、楽園さんは効果が発動できません。で恵みの風と、潤いの風でライフを回復することが できるので、まあ結局そのあれですね、回復したら破壊できるんで、相手のフィールド上のカード、
マジュラムさんの効果で、このスイートマジュラムさんの効果でね。なので、まあ、殴ってこようとするもんなら、破壊してもいいし、マグノリアで打点を上げてもいいしみたいな感じですね。はい、まあ、つまりサボクローザー親衛隊です。アロマとなんか言ってますけども、この盤面がね、アロマというか、サボクローザー親衛隊と言った方が近いね。はい、今効果もちろん発動しますよ。自分の持ちの植物モンスターを、回収して、ライフを回復するという効果。お、なんかあるの、なんだ、ハッカーだか、やるな。あ、じゃあこれ回復できないので、まあ、一応潤いの風で、あ、ロザリーナでいいか。ロザリーナも、ちなみにロザリーナも回復効果持ってて、これ自分が相手のターンに手札から捨てると、自分フィールド上のアルマモンスターを対象にとって、そいつの打点の半分のライフを回復するよという効果があって、まあ結局ライフ回復するんだけど、どっちにしてもライフが回復すると、これ何が起きるかっていうと、アロマってライフ回復したらマジでやばいこと起きて、まあこれ回収できないから、まあこれいいんだけど別に。まずアロマセラフィー、スイートマジュラムさんの効果で相手のカードを破壊する。でジャスミンの効果でワンドローで、マグノリアの効果で1枚あじゃなくて、打点が上がる。はい、でこれで俺のサボクローザーは守られる。サボクローザー3100、終わりましたね、遊戯王が。はい、対戦ありました。でもね、サボクローザーっていうモンスターがあかんのよ。あー、なるほどですね。これは結構ハンド強いですね。何でもケアできるんじゃないですか、意外と。まあこれ結構先行取った時に先行展開を絶対通せないとなと思ってデッキ組んでるんでですけど、後手がちょっとやっぱね、ゾージーとか入れてたんだけど、これちなみにあれね、なんだっけ、三振のゲニウスロキ1枚展開、後手がね、ちょっとね、引きたくないカードが結構多いんですよ、サーバのアロマ展開って。だからね、なんかね、ゾージー打つとなんか逆にこのデッキの中に眠ってるほしいカード引いちゃって微妙みたいな話あって、結構ね構築が難しい。なんか拮抗勝負とか入れて後手頑張るとかの方がいいかもしれないね、もしかしたら。なんか G 通って相手止まってくれたら、まあそれはそれでいいんだけどみたいな。それでも妨害残るから、なんかそれでさ盤面返せなかったら意味ないし、微妙なんだよねその辺が。なんか後手いいプランあったら教えてほしいわ、なんか植物展開の。俺は拮抗勝負を3分にするしかねえんじゃないかと思ってるんだけど。はい、で3バインヒーラーか、3バインヒーラーで回復。これちょっとロザリーナ1枚書道とちょっと違うところはあるので、まあその辺をちょっと心で見せられればいいなと思っているんですが、立花生ボタンさんの効果を起動して、あれなんですよね、三種のゲニウスロキから行くときは、アロマセラフィージャスミンの効果で、ストレナをリリースできるので、ストレナへの、エクシーズ召喚効果を使うことができるって感じかな。はい、なんで、ハイペルトンが立ちますね。だから魔法向こうが立つのが、3シードゲニウスロキから入った時のいいところかな。ちょっと展開違うんですよね、若干ね。はい、で、白姫を持ってきまして、でプリムがリリース、モンスターがリリースされたので出てきて、よいしょ。で、これ白姫。だから明確になんかさ、このハイペルトンの魔法向こうがあるのはこっちの展開の強いところなんだよな。で、ストレーナーを出して、これリンク先にね、ジャスミンの。で、ストレーナー効果発動する。で、オーバーユニット1個使って、で、これ白姫の効果も使えるしね。で、ボタンが回収できます。で、スラフィー効果発動して、それならリリースすると、自分のデッキから、植物出してくれるんで、これ特殊召喚。で、マルデル特殊召喚成功と、ストレナイの効果が発動して、ストレナイの効果で、ストレナイとかさ、なんか、この効果、まあ、その立花のボタンとかストレナイとかって花の名前、なんか、ボタンっていう花、確かあったよな。これ花の名前から来てんのかな、ちょっとわかんねえ。で、ローリエ持ってくる。で、ローリエの効果発動、ライフ多いから出てこれる。
で、2体でアロマセラフィージャスミンが特殊召喚されて、これでアルティメットジャスミン展開ですね。はい。で、ローリエの効果発動する。これで持ってくのなんだっけ、こっちでいいか。ちょっと何を持ってきたらいいか分かんなくなる時あるんですよね。なんか展開が長すぎて。これどれやっけってなるやつね。どこでどれ出すんやっけってなるやつ。で、アロマリリスローズマリーちゃん出してくる。かわいいな。で、アロマリリスローズマリーさんの効果が発動する。で、アロマブレンドを持ってくる。で、アロマブレンドの効果を発動。アロマブレンドの効果にこれチェーンした方がいいか。手札はね、これね、なんでもいいな。これ、立花セボタンでいいか。で、ハイベルトンの効果発動して魔法カードを吸収しておくの。はい。で、これで魔法カード、相手のターンで、ね、魔法カードの効果と、まあ、モンスターの効果どっちかを無効できるよという感じですね。で、ブレンドで、潤いの風セッティングして、で、サンチーのツインの効果発動するヒーラーを吹き飛ばして、自分の墓地からジャスミンを特殊召喚。で、潤いの風の効果、1000ライフ払ってアロマを手札に加えるという効果。で、これで、アロマージジャスミンさんを持ってきて、で、潤いで回復する。で、ジャスミンの効果発動する。で、さらにアロマリリス ローズマリーさんの効果も発動する。ローズマリーさんの効果で、ジャスミンと、それから、ロザリーナを特集。で、ジャスミンの効果で、デッキから、これ何持ってくるんでしたっけ？ここはもう余ってんのか、もうすでに。まあ、ローザリーナでいいか。ここ本当はここで、サボクロス持ってくるんだけど、もう余ってるんで。で、ロザリーナの効果を発動する。で、ここで、マジョラム出してきて、で、シンクロ、レベル6。で、スイートマジョラム出す。で、スイートマジョラムの効果。トラップカードを回収。で、2体でリンク召喚するればいいな。こっちじゃない。似てんだよな、この木の。木の見た目似てんだよな、マジで。で、ベンガランゼス出して、で、自分の墓からアロマブレンドの効果発動する。ブレンドで融合召喚できる。アロマと自分の墓地の植物族をゲームから除外。まあ、これはね、マジで何でもいいです。融合素材は。で、マグノリア出して、オッケー。はい、で、対戦よろしくお願いしますって言ってサボクロス出すと、まあ、ほぼ同じ盤面だよね。アロマそのロザリーナから入った時とほぼ同じ盤面、まあ、パイペレトンの魔法武功があることがちょっとこっちの展開の強いところかなって感じなんだけど、まあ、ほぼ同じような展開にはなる。結局サボクローズは最強なんですよ、マジで。この虚無空間があることがこの植物の最強カードで、最強のムーブなんで、大姫のオッケーです。大姫のみかんこ OK です。これラバーゴーレムとか打てませんから、ね、怪獣とかラバーゴーレムとか出せませんから。なんでかっていうとサボークローザーがいるからモンスターは特殊ができないから、うん、だからちなみにマジュラムがいるので対象耐性が付与されていて、フィールド上の全植物族モンスターに。なんであれです装備カード装備できません、みかんこのはい、フィールド上のモンスターだから、そのアラベスクとかそういうのできなかったりとか。このデッキの弱点なんですけど、何でもよく分からないんですよ、盤面に。だから拮抗勝負とかめっちゃきついですね。拮抗勝負とかがやっぱ一番きついかな。ライトニングストームとか打たれてもある程度ね耐えるんだけど、効果破壊耐性付与されてるし。なんだけど、まあ、ちょっと一回フーリーさんは爆破しますね。で、ジャスミンの効果を発動してワンドローしますね。で、マグノリアの効果で打点上げますね。はい。はい。キュイーン！はい、2300。ありがとうございます。はい。さあ、どうしますか？まあ、そうなるんだよね。まあ、そうなるんですよ。結局、やっぱね、誰も、全人類、そうなんだけど、サボークローザーが突破できないんだよね。
やーこういう反応の時はなー、ちょっともうなマジでなんか結局先行デッキだからやっぱ後手がねきついんですよね、このデッキ。シェイレーンさん、うわー、ライデン、てかライトロードアサシンライデンからシェイレーンとさ落とすの結構犯罪じゃないこれこれ割と相手これさアサシンライデンが入るってまあまあなんか弱いよね反動絶対やばい、ちょっとライトロードティアラメンツ来た、 CR ライトロード来た、アルティメットパチンコデッキだこれ。ロードラグオンライトロードの効果によってライトロードカードを墓地送られてしまう。ガノス何、ちょっとやばいですねこれ、非常にやばいといったところ、マジパチンコなんだよなこれ。結構 あの核変継続率と大当たり確率が割とたあの何高いパチンコなんで割とね、何もうここまで行っちゃうともう世界終わるみたいな話なんだけど、パニッシュメントはいで、ミネルヴァの効果が発動してライトロードも、墓地に送るということができまして、でライトロードフィーストウルフさんとデーモンバイスかさんの効果が発動します。でガロスが一時期ちょっと OCG の方でこれガロス高騰しましたので、ね、ライトロード新規がなんか発表されてからガロスめっちゃ強くて、ライトロードモンスターの効果で墓地にデッキからカードが墓地に送られるとなんかその効果に反応して自分もなんかそうこれね、自分も墓地を送りつつでライトロードが落ちたらさらにドローするっていうなんか効果がなんか普通にターン1制限なく使えるんですよ。めっちゃ強くてこれ結構やばいですよね。さあ、宇宙が起きようとしています、宇宙が巻き起ころうとしています。あ、ライトロードセイントミネルヴァが出てきました。さあライトロードセイントミネルヴァさんの効果と、キトクラスの効果が発動されます。やばいねーやばいねー。ライトロードこれ何型なんだろうな、何型か全然わかんないんだけど、なんか型いろいろあるんだよライトロードも。なんかハンデス型とか、あとあルミナスループ型か、なるほど、ルミナスループ型と言ってもなんかいろいろあるんだよな。トリシューラーを出してなんか制圧する方とか、先行ワンキルを狙う方とか、まあ、普通に制圧場面をなんかバロネスとか、なんかそういうのを作る方とか、いろいろありますので、ちょっとこれだけではちょっとよくわかりません。一体何が起きるのか。で、ライトロード、アーチャーフェリスさんの効果が発動して、トワイライトロードシャーマンルミナさんが特殊召喚されていく。で白雪の効果発動して、これフィールドのモンスター除外しなきゃいけないけど大丈夫か。フィールドのカードを、除外すること、あそこでめっちゃ除外するじゃん、マジかよ白雪、はい、えらい除外ぶち込んでるな。さあパニッシュメントドラグーンが、吹き飛んで出たー、エンライトメントドラグーンじゃん、使ってる人いたんですねマジでこれ使ってる人誰一人いないと思ってたんで、これ普通に嬉しいな、これ出てくるといたんですねこれ。え、そっちやばい、そっちはやばい、そっちはやばいな、ちょっと待ってくれそっちのタイプこれそっちのタイプになってくると非常にやばくてですね、これあやばいですねこれ、これエアロシャークもしかして僕3連打されますよ、もしかしてですけどこれこれもしかしてなんですけど、僕エアロシャーク3連打されるってことでいいです、やばいこれやばいって、もちろん2700ダメージが確定してると 2700×3 は8100でしょうね、8100なので、これもうすでに除外ゾーンにカードは無限こう溜まってると言っても過言ではないんですよ。まあいやでもエアロシャーク1枚しか入ってないとかそういうパターンもあった、相手言うて、まあ、無毒キル入ってたら戻されるよ、やばい、レベル3のモンスターが4体、レベル3のモンスターが4体来るぞユーマ待ってシャークさん、いやなんかこないだ当たったんだよなシャークさん、いやシャークさんのマジックコンボ強すぎるって、
シャークさん魔改造しすぎでしょデッキ。もうほとんどシャーク入ってないやん。いっやめろ。いっシャークさんどうしちまったんだよ。シャークさん